water test. AFC モトスポーツです。アイコのバッグには防水のタイプがございます。大きく分けて3つございます。1つがスクワットフォーム、これはしっかりと防水カバーをかけて防水することができます。もう2つがドレッドノートとスリングバッグの2つになります。こちら2つは中央部分がロールトップになっているので、そこだけが防水になります。その他の部分は防水ではないのでご注意ください。では実際このドレッドノート、ロールトップになっていると言いましたが、どこまで防水になっているのかというのを検証してみました。こちらです。 Did you trust your bag in the rain?Water test. その他細かいバッグの使用に関しては別の動画を用意しておりますので、そちらをご参照ください。またその他ご質問等ございましたらお気軽にお答えください。それではライセーフ、ライライファー。